こんにちは、金黒です。海外メディアの記事から未来の低価格 iPhone のお話です。金黒レビューチャンネル。現在 Apple Store で購入できる新品の iPhone で最安値の iPhone は iPhone7 です。税別5万800円から購入することができ、24回払いだと金利 0% で購入することができます。ドコモショップなどでもお安く売られていたり、ドコモだとドコモウィズ対象商品にもなっています。また人口の多いインドなどでもこの iPhone7 が一番人気があったりと、世界的にも売れてる iPhone がもうそろそろ今年あたりで製造が終わりそうで、台湾メディアで iPhone8 の後継機になるような低価格路線の iPhone が製造されるんじゃないかというニュースが出ていましたので、今回はその情報をご紹介します。 4.7 インチの使いやすいサイズのディスプレイで iPhone8 と同じシングルカメラデザインになり、プロセッサーは2019年秋の iPhone に搭載される A13 プロセッサーが採用され、ストレッジは 128GB になるということです。新型 iPhone は iPhone8 と同じタッチ ID センサー内蔵のホームボタンが搭載されるというふうに予測されていて、最近発表された iPad mini 第5世代や iPad Air 第3世代もタッチ ID 内蔵のホームボタンを搭載していることを考えると、現実路線としてもこういう低価格路線にホームボタンが採用されたものっていうのは出てもおかしくないんじゃないかなというふうには思います。私も iPad mini 第5世代を購入しましたが、現実的に使ってみて全く問題ありませんので、ホームボタンがある iPhone はそれなりに Face ID と違って反応も使いやすいっていうところもあると思います。販売価格は650ドルぐらいっていうふうに言われてますので、7万円前後になるんじゃないかなというふうに思いますが、ただお値段がこなれてきてもう少しお安くなる可能性もあると思います。販売時期は2020年3月ということなので、もしかすると最近ようやく 5G チップのめどがなんとかアップルも調達できるようになりそうなので、もし 5G チップがこのお安い iPhone に乗るとしたら、結構買いの iPhone になるんじゃないかなというふうには思いました。今回は2020年3月に発表されそうな低価格路線の iPhone をご紹介しました。実際のところ現在 iPhone7 も価格がこなれていてお安く iPhone 使えると思いますので、 iPhone7 っていうのも選択の一つじゃないかなというふうに思いますが、皆様考え方は多様化していると思いますので、それぞれの判断がいいんじゃないかなというふうに思いました。こんな感じの Apple 関連のレビューの多いチャンネルですが、よろしかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それでは。